はい、皆さんどうも、橋本でございます。今日は月1回恒例のタイムショックです。今日のテーマは隣のトトロ編です。隣のトトロと言いましたら、ジブリ作品の中でも 1,2 を争うほどの人気作品ですし、毎年夏休みの期間の金曜ロードショーでは必ずと言っていいほど放映される作品としても知られています。今日はそんな隣のトトロからタイムショックを制作してみました。前半は分かりそうな簡単な問題もあるんですけれども、あらすじを隅から隅まで熟知していないとパーフェクトを取ることは難しいように設定していますので、ぜひ皆さん頑張って挑戦していただけたらと思います。それでは隣のトトロ編参りましょう。タイムショック。